ご機嫌クッキングです。今日教えていただきますのはこちらの方です。先生ご紹介しましょう。今日は盛岡グランドホテルの宮さんです。宮さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。藤井さんへのおもてなし料理ぜひよろしくお願いします。承知、はい、しました、はいはい、さあでは、ね、今日の料理こちらです。はい、今週はテーマがハーブを効かせてという料理を作ってもらってるんですよ。いいですね。で今日は夏イカとズッキーニのハーブソーテー。こういうの藤井さんお好きですよね。これで絶対に白ワインと合うんですよ。ワインね、合わせてですよね。もう持って帰りたい。はい、お願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。大変ですね。今日カツオと日本酒とイカと白ワイン。忙しいですね。本当に嬉しい忙しさ。はい、では作っていきたいと思います。はい、まずはですね、夏イカですね。うん、イカの方はですね、ふわたや骨など取り除きます。下処理をしまして、うん、1センチほどの輪切りに、切っていただきます。はい、ゲソの方も食べやすいサイズにカットしてください。うん、はい、で続きましてフライパンに今バターとですね、ニンニク、みじん切りにしたニンニクとローズマリーを入れてます。はい、これちょっと加熱しまして香りを出していただきます。夢のようなコラボレーション、うん、はい、もうニンニクとローズマリーのいい香りがしてます ね、 いいですね。はい、でそうしましたら香りが出てきたなと思いましたらそこに先ほど切ったイカを入れていきます。炒めていきます。はい、夏イカっていうぐらいですから今いいですよね。今もうすごい旬ですね。うん、ね、はい、でこちらのイカ、はい、さーっとですね、まあ、本当に表面がさっと白くなる程度で結構です。軽く炒めて本当だ、もう少し白くなってきた、はい、半生ぐらいの状態でもう次の食材入れていきます。ズッキーニです。はい、ズッキーニはですね、輪切りの薄切りにスライスします。これ入れていきます。はい、夏野菜ですね。いいですね、彩りもまたいい。はい、でもし大きい場合はですね、あの半、はい、半分にしても構いませんので、うんうん、丸じゃなくても結構です。はい、で炒めていきます。で、いい香りする、はい、きました。はい、いい香りする、はい、ニュースにこういう料理コーナーないですかね。ないですね。いやこんな夢のようないい香りがしますよ。はい、じゃあここでですね、まあ、香りも出てきまして、はい、ズッキーニにもこうバターがですねこう回ったところで白ワイン加えていきます。あ、はい、料理はね、はい、うわもう美味しい香りがしてる。本当だ、はい、本当だ、いい香り。でこの蒸気でですね、この野菜とイカにこう火が入っていきますので、はい、最初あまり炒めすぎないように、ね、このぐらいで、うん、今度はハーブですね。今日のハーブはパセリ、はい、タイムをですねいっぱい入れていきます。はい、パセリはですね葉の部分だけをみじん切りにしてください。うんうんうん、でタイムは枝からこの葉っぱの部分だけを取り除きまして葉の部分を使っていきます。はい、たっぷり入れていきます。なんかあの空調のせいなのか私たち下流にいるんですよね。そうなんですね。すごくいい香りがするんですよね。はい、もう少々お待ちください。こう来てます。はい、うん、そして塩コショウで味を整えます。はい、あらまあ優しいコショウと塩の振り方ですね。はい、コショウもカリカリと優しい。はい、できればあのもしございましたらあの黒コショウの方が美味しいかなと思いますので、うんうん、はい、黒コショウを振ってください。はいはい、いました。器に盛り付けていきます。え、もう出来上がりですか。はい、出来上がりました。すごい、これでも下ごしらえしてくれる人がいるからね、うん、ありがたいけど自分で作るっていうのもやっぱりまさに冒険ですよね。はい、そうですね。今日のテーマ、今日のテーマに合わせていただきましたね。普段料理されますか。はい、パパ、あ、私結構するんですよ。うんうん、あのまあ夕方の番組だった頃はあの家に帰ったら必ず一品お酒のあてを自分で作ります。はい、自分で作ったんですね。はい、はい、あれ皆さんなんか簡単なのでぜひ作ってみてください。はい、最後にレモンを添えて完成です。あ、はい、夏ですね。はい、はい、では完成しました。材料いきましょう。2人分の分量です。夏イカ1杯、ズッキーニ2分の1本、バター 20g、 ニンニク1かけ、ローズマリー、タイム、パセリ適量です。白ワイン大さじ2、はい、塩コショウ適量、レモン2分の1個なっています。材料レシピはホームページまたはテレリンクに掲載しています。今日のクッキングの内容は放送終了後情報サイトテレイワヤでもご覧いただけます。どうぞご覧ください。では藤井さん、絞る準備ができています。はい、いきます。よいしょ。あー、夏を感じますね。そうですね。イカいきますよ。うん、イカからまず。うまい、ありがとうございます。これはあのもちろんハーブも効いてますし、はい、あの白ワインがこう隠し味としてスッと入っているところが夏を感じさせる。どうですか、岩瀬さん。はい、うん、本当に今日あの麦茶で申し訳ないですね。いや残念だけど、うん、はい、後でいっぱい飲みます。はい、
この後ですね、ぜひぜひ、はい、やっぱりあとはイカの火の通し方ですよね。そうですね、絶妙に柔らかいのか、火通しすぎても良くないってことですよね。そうです、やっぱりイカはどうしても火入れすぎると硬くなっちゃうので、うん、まあ、最初にあの本当にもうさっともう半生ぐらいの状態で、こう進めていただけると最後こういったプリッと仕上がると思います。はい、テーマハーブということで、ハーブ このタイミングなんかも絶妙だなって思いましたね。ね、はい、いやー、意外とでも簡単にできるので、うん、ね、お試しいただきたいと思います。はい、ぜひ作ってみてください。おいしかったです、はい、ありがとうございました。皆さんも作ってみてください、うん、では明日ではなくて来週ですね、来週月曜日のメニューをご紹介したいと思います、うん、もう夏休みに入りますので、はい、夏休み親子でというテーマでヤンニョムチキンのワンパンカマンフォンデュを作ります。カタカナばっかりで、はい、材料は鶏もも肉、カマンベールチーズ、そしてコチュジャンを用意してください。はい、今日はグランドホテルの皆さんに教えていただきました、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。さすがでした。ありがとうございます。美味しかったですね。